ズバリ本を耳で読む。こちらのチャンネルは書評レビュー YouTuber の中でもダントツに情報量の多い、本当に本が丸々一冊読めるんじゃないかっていうぐらいの内容をレビューしている素晴らしいチャンネルです。皆さんこんにちは。自由と希望が見つかる新世界チャンネルの平野です。このチャンネルの目的は、新しい世界を切り開くのに役立つ有益な情報発信をしている YouTuber を紹介することです。当チャンネルをきっかけに有益な情報がどんどんと広がり、誰かの新世界の発見に貢献できればとても嬉しいです。ぜひ動画が良いと思ったらチャンネル登録、またはいいねやシェアのご協力をお願いいたします。はい、ということで本日ご紹介するのは、本解説の諮問塾プロ読書家というこちらのチャンネルなんですね。で、現在チャンネル登録者が、今日の時点で 6.1 万人ということで、さほどですね、多くないんですけども、内容的にはですね、数ある、本のレビュー動画、書評 YouTuber の中でも、群を抜いてですね、内容が濃いんじゃないかな。濃いというよりも、本一冊丸々もう解説 してしまっていて、本をですね、読まずに買わずに、もう網羅できるんじゃないかなって思います。おそらくですね、僕がどういうふうな使い方をしているかと言いますと、こう気になる本や本のタイトルを見てですね、1.5 倍で見て、そしてもう1回 1.5 倍で振り返るという2回ぐらい見ると、もうかなり本の内容が頭に入ってきますので、そういった使い方をしていただくと非常にね、いいんじゃないかなと思います。最近はオーディブルって言ってですね、Amazon の、オーディオブックなんかすごく人気ですけども、そのオーディブルはね、有料ですけども、この YouTube の方がいいんじゃないかなと、無料ですし、そして、内容を見ていただければわかるんですけども、マインドマップで展開されていきますので、見ていてもですね、非常にその思考がこう発展していくのを感じるんですね。何かこう、よくあるのがホワイトボードアニメーションで、面白おかしくエンターテインメント性をこう重視した、表現方法の、YouTube もあるんですけど、それはそれでいいんですけども、ただ、相当のですね、情報量を、こう、頭のシナプスの構造に沿って順を追って追っていくっていったときには、マインドマップ形式の方がですね、やっぱり頭に入ってくるんですね。記憶に定着するんですね。そういう作り方をしている動画ですので、よりですね、記憶の定着、記憶にこう、残る、作りになってるんじゃないかなと思います。で、こちらですね、概要をちょっとご紹介しますけども、ここのね、最初の一文が、私はすごく気に入ってます。どういうことかと言いますと、今、いくら稼いでいるかよりも、今、どのくらい勉強しているかが重要ですっていうね。この一文、本当に重要だと思います。皆さんもご存知の通り、本当に今、毎日、世界情勢、世界経済、日本の、もう社会もどんどんどん変わってますよね。新しいテクノロジー、そして古い仕組みが淘汰される、なくなっていく。そして人々の価値観が変わっていく。本当にもう、激変中の激変のタイミングだと思うんですけども、この時にですね、やっぱり今やっていることだけを、やり過ごしていくっていうのでは、到底ですね、生き延びれないですし、気づいたらもう浦島太郎になってるわけですね。なので、本当にですね、効率のいい勉強方法っていうのはとても重要です。そして、自分で本を読むっていうことももちろんいいんですけども、正直私はね、本を読むの苦手なんですね。文字、活字を見ると眠くなってしまうっていう、そういう病気があるので、やっぱりこう、聞きながら、読書っていうんですかね、何か聞きながら何か作業をする、何かコーヒー飲みながら耳から勉強するって、こういう YouTube は本当にありがたいんですね。なので、本当ね、この、今、いくら勉強、どのくらい勉強してるかってことが重要だって言いましたけども、その勉強の仕方も本当にガラッと変えないと、効率的ではなくなりますし、そのライフスタイルの中に馴染ませるのが難しくなると思うんですね。ですので、そういう意味でも今回の、この、プロ読書家、諮問塾のですね、この本の、レビュー、YouTube、本当にお勧めしたいな、というふうに思います。で、扱っているジャンルも非常に多岐にわたりまして、ビジネス、哲学、心理学、コミュニケーション、政治経済、社会学、歴史、物理、数字、生物学、テクノロジーなど、本を片っ端から予約しますということで、本当にね、この方の、興味がある分野をどんどんレビューしてくれてるわけですね。なので、どうしてもですね、こうビジネス書とかね、自己啓発書って言って偏りがちになってしまうと、意外と同じような情報ばかりインプットしてしまって、そしてやる気にはなるんですけども、多角的に今の、こう自分のね、能力を上げていくってことになりにくいですので、こちらの YouTube はですね、本当にそういう意味でも、こう多様な本をレビューしてくれてますので、非常にありがたいなと思います。またもう一ついいなと思うのは、その、大事な本を読書して教えてくれてるんで、こう流行りの売れてる本ばっかりじゃないんですね。どちらかというと古い本も多いですし、そしてこう人生に本当に違いが作れるような本をチョイスしてくれてると思います。なので、こうなんていうんですか、どうしてもね、トレンドの本のレビュー動画が多くなりがちなんですけども、それとは本当に真逆の、本当に大事なんだっていうところから、この本は本当にみんな知ってほしいっていうところから、もしくはご自身のインプット、アウトプットのためにやってるようなところもあると思うんですけども、その、お裾分けをしていただけるチャンネルということで、非常にいいんじゃないかなというふうに思います。ですね、ちょっとこう開いてみたいと思いますけども、こちらにしましょうかね。すいません、CM が入ってますね。ちょっと待ってくださいね。はい。まずは冒頭で、今回の流れですね。本の要約が話されていて、そしてポイントが話されていて、こんな風にマインドマップで展開されていくってことなんですね。マインドマップ方のですね、動画になると非常に字が小さくて見にくいんですけども、ちゃんとこちらの方は、
なんですか、ズームアップをして、ちゃんと視覚的にも文字が見えるようにしてくれている、工夫してくれてますので、非常にですね、もう、本当ありがたいなと、かゆいところに手が届いているというか、ストレスをですね、分かって、ちゃんとこう、そこをフォローしてくれてるなと思います。例えばこのフォントに関しても、通常ですね、細いフォントだとやっぱ見にくいんですけども、まあ、意図的かどうなのかわかりませんけども、ちゃんとこう、濃い黒いね、太いフォントを使ってくれてるっていうのも、ちょっとこう、かっこ悪いんですけども、見て、こう視覚情報としてインプットするには、やっぱり太くて濃い色の方が見やすいですよね。そういったところも配慮してくれてるんじゃないかなっていうことを感じる内容になってます。そして最後にまとめがあるっていうね。これだって18分ですからね。読書をして18分ぐらいでまとめるって、相当大変なことをもう無料で公開してくれてるわけですから、本当にありがたいなというふうに思います。はい。ということで今回は、こちらですね。本解説の諮問10分、プロ読書家チャンネルをご紹介しました。またですね、どんどん自分が、私が気になっているチャンネルの方をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは引き続きお願いします。